血管がダメージを受けて、まあ、そこの血管が切れてしまうだとか、そこの血管が詰まりやすくなってしまうっていうのを抑えてくれるので、まあ、心臓血管系にいいんじゃないかと。眼科医の平松です。今日はお茶を飲むことがあなたの命を救うってことについてお話ししようと思います。お茶って、まあ、昔から飲み継がれているように実際効果があるんです。ここでいうお茶っていうのは緑茶、紅茶、ウーロン茶を含むと思ってください。麦茶とかマテ茶とか、あとはコーン茶とか、あとはルイボスティー、ちょっとこれは抜いてください。だから、緑茶、紅茶、ウーロン茶の方と思っていただければと思います。でこのお茶っていうのが命を助けてくれる。これどういうことかっていうと、2024年の研究で、緑茶、まあお茶ですね、全杯を飲むことによってどういう効果があるかっていうのを195万6549人を対象とした研究があるんですよ。めちゃ多いなって思うかもしれないですけど、一つの研究ではなくて27個の論文をまとめた研究になるんですね。メタアナリシスって言って、まあ、一つの研究ではなくて何人かの人が調べたいくつもの研究を合算して調べた研究になるんですよ。だから信頼性がある。例えば私だけが195万人調べたとしても私の主観が入っちゃうのでちょっと良くないですよね。なので私と他の国と、ね、いろんな国とってやれば非常にこう主観が入りにくくなる、ね、もちろんそれでもゼロじゃないんだけど少なくなるので、まあ、非常にいいでしょっていうような研究の仕方になります。するとお茶を飲んでる人、そうでない人が、まあ、がんとかを含めた死亡率を低下させてくれる。全死亡率、これどういうことかっていうと、全、つまり、まあ、心臓が原因だった、脳が原因でした、他には、まあ、事故とかも含めてなんですけどもね、まあ、全ての死亡の確率を 10% 低下する。じゃあ事故の確率を減らすのかっていう、まあ、事故の確率は減らさないですよ。そうではなくて、まあ、例えば心臓血管系とか、まあ、がんによる死亡とか、まあ、そういうのを減らしたから、まあ、トータルで結果 10% の死亡率を減らすことができるよってことですね。でかいですよね、 10%、うん、ちなみに心臓血管系の死亡が 14% 程度低下した。だから心臓が悪くなっちゃってとか、はたまた血管詰まっちゃって心筋梗塞とか不整脈とか原因でとか、まあ、そういう心臓血管系による死亡を 14% も下げてくれるんですね。そしてがんによる死亡は 10% 程度下げてくれる。ちなみにがんによる死亡を抑えるには 1.5 から2杯程度飲むんでいいですよっていうふうに研究として出てます。なんでわざわざこれを言ったかっていうと、まあ、この中に書いてあるからなんだけども、結構お茶系で言うと飲む量でいうと2から4杯とか、まあ、4から6杯とか結構飲んでもいいですよっていう研究がまああるんですよ。一方でコーヒーの場合は 2,3 杯にとどめましょうっていうふうに言うんですね。これなんでかっていうと、コーヒーの方がカフェイン多いのでちょっとあんま取りすぎまずいよねと。緑茶とか紅茶とかウーロン茶って場合はと含有量がそこまでカフェインは多くないので、まあ、ちょっと多めにとっても大丈夫だよねって、まあ、こんな表現をしているわけ。でも2杯程度で十分だ。もちろん結構いいよね。じゃあそもそもなんで心臓血管系とかがんの、死亡を抑制してくれるのっていうのが分かんないですよね。まず心臓血管系の死亡っていうのは、まあ、心臓血管が詰まっちゃったりするのが一般的です。詰まるっていうのは、まあ、例えばコレステロールが多くて沈着物、血管の中にこびりつくような物質があって、でそれがポンと飛んだりして、でどっかにプツッとこう挟まって、で心臓が血流いかなくなっちゃって、そこの細胞がダメになっちゃう、まあ、こんな感じになってくる。一方で、まあ、緑茶にはカテキンとかカフェインとか含まれているわけですね。そしてカフェインに関しては血管系に与えるのはポジティブもネガティブもまあ多少あるっていうのが正直な表現です。ただまあ大量じゃなく、かつカフェインが合わない人っていらっしゃるんですよ。どうしても緑茶とかコーヒーとか飲むともう気持ち悪くなっちゃうとか、頭痛くなっちゃうとか、はたまた逆に
抜けられなくなっちゃう。もうカフェイン中毒的になっちゃって、コーヒー飲まない日は調子悪いと、紅茶飲まない日は調子悪いと、で飲んでる日だけは調子がいい。それ調子がいいっていうのは、なんていうか気分がいいとか、美味しいとかそういうのは抜いてね、そうではなくて、もう本当に頭痛くなっちゃうだとか、もうドキドキしちゃうだとか、まあ、そういう意味での調子悪いになっちゃうよっていうふうに言われてる人は避けた方がいいけど、まあ、そうでない人に関して言うと、まあ、いいのがカフェインですね。カフェインも、体のダメージを消去してくれるような能力を持っていますし、まあ、血流を良くしてくれるような効果も言われています。でカテキンですね、まあ、これも抗酸化物質といって体のダメージを消去してくれる。特に血管系っていうのは日々ダメージを受けてて、まあ、酸素によるダメージね、息をして我々は吐いて、まあ、生きてるわけですね。その息を吸って吐いてる中には酸素を含まれ、それを使うことによって、まあ、エネルギーの伝播だとかいろいろしてるわけで、この酸素によるダメージが日々あらゆる血管でちょっとずつ起きてるんですよ。そんな酸素だけでダメージ受けるって思うかもしれないけど、まあ、分かりやすい、まあ、ちょっと違うけど例としていいのが鉄の錆ですよね。あの鉄の錆って翌日からいきなり錆びてるってないわけですよ。特殊な鉄だったら別かもしれないけど、普通は時間とともに錆がひどくなってって、まあ、血流悪くするような感じのイメージでもうガサガサしてきて、ね、ボロボロになってきてっていう風になるじゃないですか。あんな感じで、まあ、酸素によるダメージっていうのは今日受けて明日悪くなるわけではなくて、今日受けたでもちょっと回復した、でも回復しきれない、今日受けたちょっと回復したでも回復しきれない、これが積み重なってきてって、まあ、さらにそこに老化という現象が加わってって、まあ、悪くなる、ひどくなってしまうっていうのが、まあ、サビと一緒で酸化ダメージなんですね。カテキンっていうのはこれを日々消去してくれるっていうのが非常にこう効果的なんです。すると血管がダメージを受けて、まあ、そこの血管が切れてしまうだとか、そこの血管が詰まりやすくなってしまうっていうのを抑えてくれるので、まあ、心臓血管系にいいんじゃないかと。がんって別に血管じゃないよねと。まあ、そうですよね。血流が良くなればがんが治るの？そうでもないですよね。むしろがん細胞って血流いいわけだから。じゃあ何なの？がん細胞っていうのは絶えず増殖するんですね。我々の細胞も皮膚とか新しく増殖して前の皮膚が脱落して新しい皮膚ができてきて、で、まあ、新陳代謝をしていくわけですよ。つまり、生まれていくっていうのも大切だし、亡くなっていくって作業も同時に必要なんですよ。一方で亡くならないってなると増える一方じゃないですか。これががん細胞なわけなんですよね。ある意味永遠の命みたいな、そんな近いイメージですよってなっていう人がブワーッと増えてしまえば、そこが占拠してしまうわけですね。まして、まあ、特殊に、まあ、ずっとこう増え続けるような細胞だから、普通の細胞よりはちょっと機能が悪かったりだとか、まあ、してしまうわけですね。だからこそ、いわゆるこう細胞が増えてダメージを受けていく、これを消去していく、特に、まあ、カテキンですね。これが、がん細胞の増殖とか、まあ、それを抑えてくれるんではないかっていうふうに言われています。ちなみに緑茶、紅茶、ウーロン茶に含まれる成分としてもう一つ重要なのがテアニンっていうね、成分があります。これはこれに効くとかっていうのは、まあ、そこまでなくて、どちらかというとリラックスできるとか、よく寝れるってことなんですよ。でも心臓血管系もよく寝れない人の方が悪いですよね。がんもよく寝れない人の方が悪いですよね。ましてあなたはがんですなんて言われたら安心して眠れないです。でも緑茶に含まれるようなテアニンとかっていうのはこのリラックスする効果が出てきて、だから、まあ、睡眠がしやすいっていう効果なんですね。もちろん、夜寝る前に緑茶をバンバン飲むのは逆にお勧めしないです。なぜかっていうとカフェインが含まれているので興奮してしまうんでね。だから午前中とかに緑茶をしっかり飲んでおいて、まあ、紅茶、ウーロン茶でもいいよ、飲んでおいて、そのテアニンを十分摂取して、それを使って夜間しっかり寝ると、
このぐらいのニュアンスで思っていただいていいかなって思います。まあテアニンにも L テアニンとか D テアニンとかいろいろあるんだけど、まあ、L テアニンとかの方がね、まあ、含まれてるとよくいいというふうに言われてますね。でそれをサプリで取るとどうなのっていうと、まあ、悪かないけど、まあ、できればやっぱりお茶というね複合した成分、カテキンもあればテアニンもあればカフェインもあれば、まあ、その他ねいろんな成分が含まれているっていう方が、まあ、おすすめって思っていただければと思います。まあ、こんな感じで、まあ、緑茶毎日飲むとどうなるかとか、紅茶毎日飲むとどうなるかとか、コーヒー飲むとどうなるかみたいな動画あるので、まあ、ぜひぜひちょっとそっちも、まあ、どんな感じかなって見ていただけると、あ、まあ、じゃあちょっと緑茶がいいかなとか、いや私にはコーヒーが合ってるかなって思うので、まあ、ぜひぜひ他の動画も見ていただければと思います。また日々こういう動画アップしてきますんで、チャンネル登録そしてベルマークも押してください。じゃあちなみに脂肪率を低下させるだけだから目にはどうなの、まあ私はね目が専門だから、目にとっても緑茶、ね、紅茶、ウーロン茶というのは比較的効果があるって言われてます。一つは神経のダメージを抑えてくれる。まあ目の神経っていうのは日々ダメージを受けます。そして年齢によってダメージを受けるすると、まあ、緑内障っていうね、まあ、視野が欠ける病気だったりだとか、まあ、なんとなく見づらいよとかそういう風になっちゃう。でもこの緑茶を摂取することによって、まあ、神経系にもいい、だからこそ、まあ、摂取してくださいと。あとテアニンでいうと、まあ、網膜、目の奥の膜ですね、まあ、これの血流血管に対してもいいんじゃないかって結果があるので、まあ、ぜひぜひちょっと摂取していただけるといいかなと思います。まあ、ぜひ今後も頑張っていきますんでよろしくお願いします。